令和新選組。元東京都の職員で、都税の滞納整理とか、奨学金事業とか、他にも監査ということもやってきたようです。即戦力として、行政を知り尽くしているという点において非常に頼もしいと、そのように思っております。令和新選組から東京5区において次期衆議院議員選の公認候補として活動いたします中村美香子と申します。私は東京都に24年間勤め、行政の現場におりました。その間2人の子供に恵まれ、今も育てております。仕事と子育て両方ともできたこと、できていることは大変幸せなことだと思っています。ですが今の若者の方々は、この仕事と子育て両方とも手に入れる、これについて希望と確信を持てているでしょうか。少子化は止まらず、そのために人口減少が10年間続いています。20年来のデフレにより格差の拡大と貧困、これが深刻化していて、このために若者の雇用が不安定になった、このことが今少子化の一番の大きな原因であります。自分のやりたい仕事について、生活に困らない収入を得たい、子供を産んで家庭を持ちたい、これは望むとすれば叶えられるべき基本的な欲求です。こんな基本的なことに希望が持てないこの社会を、このまま次世代の子どもたちに渡すわけにはいかない。なんとかこのデフレを解消して希望の持てる社会にしたい、そう思ったことから私は今ここにおります。子育てと仕事両方ともやるためには、まずは子どもを育てられる経済基盤が必要です。そのためには国の財政支出によるデフレの解消、消費税は廃止、最低賃金をアップ、こういったことで可処分所得を向上させる必要があります。非正規雇用については、正規雇用者の源泉徴収分を、法人税から税額控除する、それによって正規雇用を促進する、そんなことも考えています。また若年層への低廉な住宅の提供、こういったことも有効です。子どもを産んでからのことについては、保育、放課後児童クラブ、このサービスの質量ともの安定した供給が必要です。そのためにその現場で働く人々の待遇を改善する、処遇を改善する、このことは大変重要なことです。もう一つ両立するには大事なことがあって、子育てにかけるプライベートな時間を十分確保すること、このためには労働者全体の労働時間の短縮をすることが不可欠です。今の長時間労働やワンオペ育児、これではやはりハッピーな育児はできません。そしてどんな状況でも安心して子育てができる、そうした社会にするため、シングルの親、障害児の親、こういった方々の就労と子育てを支援する制度をもっと拡充整備するべきだと思います。こうした事業を担う地方自治体に対して、国はもっと財政支出をして下支えをすべきです。それから私は今、世田谷区の学校給食をオーガニックにする活動を市民活動として行っています。今海外でオーガニックの給食を提供する、そういう動きが始まっていまして、日本でもそういった自治体出てきています。ですがまだ国として全面的にそれを押し出してはいません。で、私は国会議員となって、このオーガニックの給食を全国で未就学児から高校生まで、公立私学問わず、そして無償で提供したい、これをやりたいんです。そうすることで食の安全、子どもの食の安全、有機農業の推進と農業自給率の向上、それから貧困対策、そして母親をお弁当作りから解放して
本当に女性が輝く日本にできる、こういった一石四鳥の政策効果が見込めると思っています。こうした政策は緊縮財政ではなく積極的に財政支出をするという方針を採用している政党でしかできません。そのことから令和新選組から立候補させていただきたいと決意をいたしました。行政経験と市民活動の経験両方を生かして頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。